壁越しの YouTube ユーザーの皆さん、くもっぴです。なんか実写お久しぶりです。なんと私、これ読めないんですけど、はい。篠宮明人さんから、バースデーのお返しが届きました。二つあるんですけど、まあ、厳密には21年と22年のやつなんですけど、今回その開封。で、ついでに押し入れに眠ってた、1コマのやつがなんか4種類あるんで、開封してきます。確かね、これ、どこまで見せていいっていうか、メッセージカードダメなんだよね。これダメなんですよ。これ見せちゃダメなんだよ。これ見せません。まず明人のハッピーバースデー称号。そう。何これ何これ、ん、何これ、ハンケチ、ハンケチでいいのこれ、あ、書いてる、いや書いてない、書いてない。でメッセージか、めっちゃ字綺麗え、白のマーケットってこんな字綺麗なんだ。はい、なんかニヤニヤする文章書いてます。で続いてもう一つ、これは1年目の方かな、中身一緒ですねこの文章が、完全にこの文章が違う以外多分、あ、一緒、え、一緒、一緒、一緒ですね。はい。あ、一緒。このハンカチ、ハンカチ二つもらった男。おぉ文章が違う。ニヤニヤします。はい、といった感じで、篠宮明人から、タンプレのお返しみたいな感じで届くかな。こっちのあの一コマのやつ開けていきます。どこで買ったかっつったら、二次三次のグッズでおなじみのことぶき屋ですね。明人狙ってね。いきます。一つ目。三。おぉ、ネネロボの。なんでこれ、あ、ショーパンチからドラゴンアッパーのやつね。はい、二つ目。大きい声出ちゃった。フーキーンとアキトのアンちゃんとアキトのこの一コマ結構好きなやつなんで嬉しいですね。続いて、あ、いや2連続、望むところだった。はるかちゃんとゲームのスコア。エイプリルフールの時もなんかすごい対決してましたけど、いつどこでも対決してるお二人ですね。さすがに四つ目はないでしょと。はい、お待って、ワンダショとビビバスしか引いとらん。着ぐるみ終わったら着替えて演奏やって、その次ナレーション、そしたらお待ちかねのショータイム忙しすぎるだ、ドラが待ってるんぞ。はい、あ、以上です。なんか、久しぶりの実写だから、なんか変に緊張してます。チャンネル登録お待ちしております。